まあ世の中にはね、忖度というものが発生するものとはいえ、やっぱり絶対京阪が作ったんだろうな。JR の扱いの小ささ、もう京阪で行きましょうと。ね、まあ商店街もそういう作りになってますからですけど、あ、でも稲荷駅の方行くんだったら、そっちの方がそっと行けるんだ。そう、この後はね、JR の方でね、行きたいんでね。まあまあまあ、京阪使いましたし、うん。いいでしょう。いいでしょうっていうかね。うん。さっき来たそっちの道じゃなくて、はあ、こんな感じね。JR をこっちから行けるんだ。で、次は JR で移動と。いやー、すごい人だ。でもちょっと意外だったのが、まあ外人の人が多いね。まあね、予想はしてたし、まあ中国の人が多いな。中国でね、話してる方がやっぱ多いなっていうのは、これもね、予想通りだったんですけど、案外英語を話してる人よりも、スペイン語かな、あっちのラテン系の喋ってる人がえらい多かったですね。これは意外でしたね。さすがに何話してるか分かりませんけど、ポルトガル語なのかも、スペイン語なのかも分かりませんけど、多分スペイン語っぽかったけど、あらららあららら。まあ子供がぐずんの背が共通なんやね。これででも JR の、あ、ほんまや、もう JR の駅のまんまなんや。こんだけ便利な作りやのに、あ、なんや、あ、でも結構あれですね。ああ、すいません。よいしょ。じゃあ、ああ、逆光で何も見えてない距離になる駅。すっごい人やけど。とりあえずこれで稲荷駅から。そう。こっちは伏見稲荷じゃなくて稲荷なんですよ。すごいね。で、次どうしようかな。奈良線周辺。次行く場所が、最初丹波口にしようかなと思ったんですけど、相模嵐山からもう嵐山の方抜けちまった方がいいのか。後々のプランのこと考えたら、先にもう嵐山まで抜けちまった方がいいかもな。で、ぼちぼちと中に戻ってきて、そこから24時間のチケット使うか。完璧じゃね。よし。A Kyoto-bound local train is about to arrive at platform 1. Please remain behind the textured yellow line. 浦克京都方向列车即将抵达一号站台，请退到黄色安全线以外。